時の温度調節が大事だよ。ポピパのみんなにチョコ作ってきたんだ。喜んでくれるかな。チョコだ。別に誰もやらねえし、ま、欲しいやついるなら作るけど。チョコくれるならいくらでも食べるよ。チョコ募集中。バレンタインはどうするか。秘密。バレンタインはアフターグローのみんなでチョコを交換するんです。楽しみだな。チョコが欲しい。 あげるわけないじゃん。バレンタイン、私はなぜかもらう側なんだ。なぜかな。今日はバレンタインらしいからチョコちょうだい。あれ、あげる方？私たちにとってバレンタインは皆さんに感謝を伝える日です。いつもありがとうございます。バレンタインは友情の日、そう教わってきました。日本は違うのですか？バレンタインはいつもお仕事なんです。アイドルですからね。バレンタインなんてそんな、自分には縁のないイベントっすよ。バレンタインはいつもお姉ちゃんにあげてたな。今年もあげようっと。毎年ひながチョコをくれるのですが、量が多すぎるんですよ。あこ、リンリンにチョコ作ったんだ。食べてくれるかな。チョコレート、くれるならもらうわよ。断る理由はないわ。今年はね、蜂蜜入りチョコクッキー作るんだ。ココロの家でチョコ作ったんだけどね、キッチン綺麗ですっごいの。ココロからミッシェルに渡してってチョコもらったけど、なんか硬くて苦い。ミッシェルの形をしたチョコレートを作りましょう。そして世界中の人にプレゼントするの。今日はトラックいっぱいのチョコが届く日だ。愛というのは時に重いものさ。